はい。あ、違う違う。はい。アーケード版のスーパーマリオは、前パンドラボックスでやったんですけど、クリアできなかったんですよ。操作性がちょっとね、レバーでやるのはちょっと難しかったんでね。ちょっと待って、これ。操作性が全然違うね、これ。Y ボタンがジャンプなんや。ちょっとこれは、ちょっと操作性がちょっとちゃうんよね。ファミコン版と。だからちょっと難しいなぁ。こう B ダッシュするときに Y を押しながらダッシュなんですよ。本当は。ちょっとちゃうなぁ、操作感覚が。だから難しかったのかなぁ、前回の時もね。まあ、前回の時はレバー操作だったから余計に難しかったんですけど。まあね、ほとんどね、ファミコン版と同じではあるんですけどね。一応アーケード版ということですから。B ダッシュがちょっとやりづらいなぁ。B ダッシュせずにね、やるっていうのもな、8ワールドになってくると B ダッシュは必須になってくるんで。B ダッシュしにくいなぁ、これ。B ダッシュしながらジャンプするのが難しいですね、テクニック的にこれ。8ワールドになるとちょっとかなり手こずる可能性がありそうですね。この操作性ではね。まあな、コントローラー設定変えるのもめんどくさいしね。ファイヤーボールが。そうか。ジャンプボタンとね、その B ダッシュのボタンが逆なんですよね。だからやりづらいんですよ。あ、やりづらいなぁ。B ダッシュしながらジャンプするのが難しいですね。ああ、難しい。登れなかったもんな、今。おお、落ちるんや。え、ここになかったっけ？ここあったと思うけど、なかったっけ？穴開いてなかった気がするけどね。ファミコン版は。うわ、マジか。これ入っちゃったらクリアしちゃうもんね。パックンフラワーにやらればいいか。ここの。それしかない。こうするしかないよな。そうか、そういうことか。いや、この不思議なのはね、このアーケード版のスーパーマリオをね、なんていうのかな。こういう、こうね、メトロフレークのコントローラーとか、ね、アーケードじゃないコントローラーでね、やってるっていうのが不思議ですよね。やば。ああ、むずい。やっぱりね、これね、操作性悪いわ。逆ですもん、ボタンが。それはやりにくいよ。ちょっと無理やね、クリアね、今回もね。操作性は大事ですからね。テクニックとかじゃないですからね。操作性悪いとね、無理ですからね、基本ね。もうあと2機しかないもんね。ちょっと無理っぽいな、クリアは。
この2期でクリアできたら奇跡ですよね。あと残り2期で。まだね、8ワールドにも入ってない状態ですから。うわぁ、もうやっぱダメや。操作性が問題ですよ、これ。逆なんですもん、ボタンが。ちょっと、もう。うわ、あかん。全然ダメやん。これどうなんの？これコンティニュー、できるんや、一応。タイムのあれすれば。ちょっと待って。ジャンプボタンとね、そのBダッシュのボタンをね、確認してやらなきゃいかんからね。難しいな、これ。怖っ。どっちがジャンプボタンだっけみたいな感じで確認しながらやる感じになるからね。厳しいんですよね。危な。Bダッシュしながらジャンプするの難しいんですよ、これ。この次だったかな、入れるの。あ、危ねえ、入りそうになったやんか、お前。操作性悪いのはダメですね。こんなとこに、あ、またや、もう、ジャンプと、あれが間違うんすよ。ジャンプボタンとあれ間違いやすいんですよ、これ。あかん。いや、これ無理っすね。もうやめ、やめ。もうダメダメ、無理。やっぱアーケード版ダメですね。変に難易度高いわ。操作性悪いだけで難易度高いわ。はい。もう諦めましょう。やっぱ操作性が良くないとやる気がしないですよ。はい。これね、コントローラーセッティングできるんですけど、めんどくさいんでね。また一回ね、変えたらまた直さなきゃいけなくなるから。それを動かさない方がいいですからね、なるべくね。